アンドレコレシコフは、ロシアの男性総合格闘家。オムスク州オムスク出身。ロスファイターズスポーツクラブ所属。元ベラトル世界ウェルター級王者。多彩な蹴り技と、パワフルな左フックを武器とするストライカー。自己防衛のため総合格闘技を始め、2010年にプロデビュー。2012年9月28日、ベラトル74のウェルター級、トーナメント1回戦で、 ジョーダン・スミスと対戦し、3から0の判定勝ち。10月26日、ベラトル78の準決勝で、マリウス・ザロムスキーと対戦し、パウンドで小勝ち。11月30日、ベラトル82の決勝で、ライマングッドと対戦し、3から0の判定勝ちを収め優勝を果たした。2013年7月31日、ベラトル97の 世界ウェルター級タイトルマッチでベン・アスクレンと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2014年3月14日、ベラトル112のウェルター級トーナメント1回戦でナフション・ワレルと対戦し、パウンドで小勝ち。5月2日、ベラトル118の準決勝でジャスティン・ベースマンと対戦し、飛び膝蹴りで小勝ち。7月25日、 ベラトル122の決勝でアダム・マクドノーと対戦し3から0の判定勝ちを収め2度目の優勝を果たした。世界王座獲得2015年7月17日ベラトル140の世界ウェルター級タイトルマッチでドゥグラス・リマと対戦し3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2016年4月22日ベラトル153の 世界ウェルター級タイトルマッチでベンソン・ヘンダーソンと対戦し3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。世界王座陥落2016年11月10日ベラトル164の世界ウェルター級タイトルマッチでドゥグラス・リマと再戦しパウンドで小負けを喫し王座陥落した。ありがとうございます。